皆さんこんにちは。オーディオシステムの音を決定づける最大の要因がスピーカーです。当たり外れが多いのもスピーカーです。現在スピーカーを選ぶ際の最も参考になる情報源にスピノラマがあります。スピノラマのサイトにはたくさんの情報がありますが、全体の一部にすぎません。古い製品のデータもありません。データがない場合は何を参考にしたら良いのでしょう。今回は公開されている一般的なスペックだけでいい音が出るスピーカーを見分ける方法を解説していきます。スピノラマは斜めの音を含めて音の良さを数値化したデータです。これはスピノラマの例です。一番上が正面の音で、2番と3番が斜めの音を含んでいます。3番はまっすぐ右肩下がりの直線が理想です。こちらはあまり良くない製品の例です。正面がデコボコしている上に2番と3番が正面と違う形をしています。こうなってしまう原因は指向性の不連続にあります。指向性というのはスピーカーの音の広がりを示す性質です。スピーカーは通常反射音のない無響室で調整されます。この場合斜めや横から出た音は関係しません。直接音だけです。スピーカーを実際に鳴らすのは反射音のある室内です。ここで聞く音は直接音と反射音の合計です。ここでは斜めや横から出た音が反射音に関係します。例えばスピーカーの指向性に不連続があると、その周波数の音が弱くなります。これが反射音の特性に谷を作るので音を悪くします。この問題は指向性の不連続が原因ですが、指向性は広ければいいというものではありません。例えばツイーターにバッフルがついていないと、ツイーターから出た音だけ広がってしまって指向性に不連続ができます。この問題については後で詳しく解説します。マルチウェイスピーカーはクロスオーバー周波数を境に口径が切り替わりますから、そこで指向性が揃っていないと不連続ができます。この問題が起きない限界を分かるようにしたのが次のグラフです。横軸は音が十分広がる限界の周波数です。基本的に周波数が高いほど口径を小さくする必要があることが分かります。口径16センチで音が広がる周波数の限界はだいたい 1.7 キロヘルツです。ツイーターはさらに小さくなるので問題ありません。ということは口径16センチのウーファーは 1.7 キロヘルツ以下でツイーターにつなげば指向性がスムースにつながることになります。ツイーターには口径の小さな振動板が使われますが、これは高音の指向性を良くするためです。口径 2.5 センチから3センチの時、10キロヘルツ付近まで音が広がることがわかります。ツイーターの口径は基本的に小さいほど高周波まで広がりますが、あまり小さいと低音の伸びが悪くなってウーファーとつながらなくなります。指向性は10キロヘルツまで確保できていれば十分ですから、2.5 から3センチくらいがちょうど良いと言えます。ハイレゾに十分対応できる口径は、このずっと右下の方、小指の爪の先くらいになります。そうなっていない製品は最初からちゃんとした再生を考えていないのかもしれません。スピーカーユニットは普通バッフルという板にマウントされます。このバッフルには音の広がりを制限して指向性を揃える役割があります。市販品の中にはツイーターの周りにバッフルがないものがあります。この場合ツイーターの音が全周に拡散します。
無教室で調整されたこのようなスピーカーを室内に持ち込むと、反射音の広域が増えて這い上がりになります。つまりスピーカーを選ぶときは、すべてのユニットがバッフルにマウントされているものを選ぶのが基本になります。こちらの製品はバッフルにくぼみを作って、ツイーターの音の広がりを制限しています。指向性のつながりまで考えて作られた製品は、ツイーターの周囲にショートホーンやくぼみを見ることができます。スピーカーの周りの板がバッフルになるとは限りません。波長より小さな板をつけても、音が後ろに回り込んでしまって、バッフルになりません。この問題はツイーターで起こります。ツイーターの周りにはウーファーの口径と同じサイズの板が必要です。この条件はツイーターをウーファーと同じバッフルにマウントすれば自然に満足しますが、ツイーターがバッフルから外に出ている場合は満足できません。もしツイーターにバッフルがない場合は、ウーファーも十分な無指向性になるようにクロスオーバー周波数を下げないといけません。これは先ほどのグラフですが、ウーファーが無指向性になる周波数はこのさらに半分になります。指向性の不連続でできる特性の凹凸をイコライジングで補正しようとしてもうまくいきません。耳に届く音は正面と反射音の合計です。合計を補正するためには、合計する前の特性が同じ形をしていないといけません。スピノラマを見ると正面と斜めの特性が違う製品があります。こういう製品は補正にも限界があることを知っておいてください。具体的にスピーカーの選び方を解説していきます。2-way のスピーカーを選ぶときは、製品の仕様を見て、ウーファーの口径とクロスオーバー周波数の数字をチェックします。そしてその数字が先ほどのグラフの数字に近いものを選んでください。このような選び方をすれば、スピノラマのデータがなくても、ハズレをつかむことはないでしょう。正面の F 特に凹凸があっても、イコライジングで補正できます。これで十分いい音が期待できます。3-way の場合は、ミッドレンジとツイーターのクロスオーバーに注目します。例えばミッドレンジが15センチの場合、クロスオーバーは 1.8kHz 以下が目安です。10センチの場合は 2.7kHz です。この基準から大きく外れないものを選ぶ必要があります。80年代は30センチのブックシェルフが主流でしたが、この条件を満たすものは少ないと思います。昔は指向性のつながりに関する知識がありませんでしたから、ミッドレンジにできるだけ広い帯域を持たせようとして、クロスオーバーを高くした製品が多かったようです。3-way は音のつながりが悪いと言われていたのは、これが原因の一つだったかもしれません。フルレンジのカタログデータは大抵広域までまっすぐです。ところが実際は広域が足りない感じに聞こえます。この原因は広域の指向性が狭いためです。フルレンジは斜めや横方向に高音が出ません。ということは反射音に含まれる高音が少ないということですから、耳に聞こえる高音が少なくなります。高音をツイーターで補う場合は、フルレンジの広域を切ってクロスオーバーさせますが、最初からウーファーを使った方がいい結果になります。音質にこだわるとフルレンジを使う意味がありません。昔の雑誌を見るとバックロードホーンにスーパーツイーターを追加する例がありますが、指向性が揃わないシステムになるのでいい結果は期待できません。以上の結果をまとめると次のようになります。スピーカーを選ぶときは必ず口径とクロスオーバー周波数をチェックしてください。
例えばウーファーが16センチの場合に許容できるクロスオーバーは 1.7kHz 以下です。ホームオーディオでは多少外れても大丈夫ですが、カーオーディオではユニットの向きが斜めになるので、この条件を守らないとまともな音が期待できません。バッフルは音の広がりを制限するための重要な機能部品です。スピーカーを選ぶときは、すべてのユニットがバッフルにマウントされているものを選ぶのが無難です。この2点を満足するものを選べば大きな失敗をしません。2点を満足しない製品は基本設計に問題があります。指向性の問題はセッティングやイコライジングで改善することは難しいので注意してください。ご視聴ありがとうございました。